先生のもっちり文法アルファ。もっちりと語る人はもっち先生こと持田哲郎。この動画は文法能力開発が制作しお届けします。はい、皆さんこんにちは。今回は日英語の名詞文というお話をしていきます。今回のポイントです。まずは日英語の存在文と名詞文のお話から始めていきます。そして日本語の名詞プラスであると対応する英語のパターンを見ていきまして、英語の S プラス B プラス C で C が名詞である場合ですね、この話をしていきます。そして最後に日本語の形容動詞と名詞プラスだがそれぞれどのような英語に対応するかというお話をしていきたいと思います。それでは今回もよろしくお願いいたします。それではまずは日英語の存在文と名詞文のお話から始めていきます。存在文というのは存在を表す文のことで、この英語の be という動詞が存在を表す動詞です。ですから be を使った文というのは基本的には存在を表す文なんですね。この be という動詞に対応する日本語なんですが、日本語では意味的にあるいるに対応する語です。英語の be と日本語のあるとかいるというのが対応するわけですね。そして日本語では名詞に格助詞をつけることによって場所や性質や状態を表します。まず場所を表す格助詞なんですが、このあるとかいるっていう動詞と組み合わせて使うときの場所の格助詞は主に2です。そして性質や状態を表すときの格助詞がでですね、名詞プラス2、名詞プラスでという形で表します。英語では性質や状態を表す名詞は前置詞を使わずに B の後に直接続けます。日本語と英語を比べてみていきましょう。車は路上にあるという時には The car is on the road というふうに is on the road というふうに前置詞 on がつきます。一方、我が輩は猫であるの場合なんですが I am a cat ですね。猫でというふうに日本語では格助詞でがつきますけれども、英語では対応する前置詞はないんですね。B 動詞の後に直に名詞を続けます。さあ、パターンで確認していきましょう。日英語の存在を表す典型的な文のパターンというのは次のようになります。日本語が名詞 X がプラス名詞 Y にプラスある。格助詞は2を使ってある場所を表すわけですね。どこに何があるかって存在する場所を表すのが名詞 Y プラス2です。一方、英語の方なんですが、名詞 X プラス B プラス at, in, on だとプラス名詞 Y ですね。動詞は B を使います。そして B の左側に人や物などを表す名詞 X、これが主語で来ます。で、B の右側には主に at や in や on のような前置詞ですね。この前置詞が来てその後に名詞 Y が来ます。で、これは文法上不可語という扱い。まあ、いろんな日本語での文法用語があるんですが、まあ、これ B の後の副詞句を省略すると文が成立しないってことなんで、まあ、純粋な修飾語とは区別して不可語と呼びます。まあ、SVA という文型ですね。さあ、一方で名詞文の方なんですが、日英語の名詞文のパターンというのは次のようなものなんですね。日本語の方が名詞 X がプラス名詞 Y プラスだであるですです。名詞 X がこれが主語で、名詞 Y が述語です。これ実は名詞 Y で文が終わっても述語になるんですね。オラ悟空とかありますよね。オラ悟空って言った場合の悟空が述語ですよね。ですから、だとかであるとかですっていうのは別になくっても文は成立します。ちなみにこのだとかであるとかですっていうのは文法上は助動詞です。断定の助動詞と言われるものです。一方、英語の方なんですけれども、名詞 X プラス B プラス名詞 Y。B から見て向かって左側の名詞 X が主語です。B から見て向かって右側の名詞 Y が保護という形で、主語プラス述語動詞プラス保護 SVC です。これ日本語の発想では名詞が述語の中心なんですけれども、英語の文の仕組みっていうのはあくまでも動詞を述語の中心とみなしますので、右にある名詞の方を保護と言います。補う語という発想なんですね。
それではここで日本語の名詞プラスであると対応する英語のパターンについて掘り下げてみていきます。この日本語のであるという言い方ではあるという動詞だったんですけど、これがね、この存在の本来の意味が弱まってしまっています。どういうことかと言いますと、本来の仕組みであれば名詞 Y プラス格助詞のでこのまとまりがまずあって、その後に存在を表す動詞が述語として続いていたわけです。つまり名詞プラスでの方が名詞プラス格助詞って形で、本来ならば修飾語、そして述語はあくまでもあるという動詞だったわけです。これが現代日本語の実際の仕組みはどうなっているかと言いますと、名詞 Y の方が性質や状態を表す名詞で、これが述語なんですよ。そして格助詞だったでが動詞あるの方に引き寄せられて、であるで一体化してしまったと。そしてこのであるの方が助動詞というサブの位置づけになってしまっているわけですね。断定の助動詞です。述語本体が動詞のあるの方から名詞の方に移ってしまって、であるが助動詞という位置づけ分析になっている。これが現代日本語の現実実際の仕組みです。で、この過程の中で、であるっていう言い方が、であという言い方を経て、だへと変化しています。ですので、現代日本語では、名詞プラスであると名詞プラスだ、この2つが述語として使うことができるんですね。しかもこれに加えて、だの丁寧形のですっていう言い方もありますけれども、これを使った名詞プラスですっていうのも同じように述語として使うことができるんです。そしてさらに話を進めていきますと、このであるとかだとかですっていうのは類型に相当します。つまり現在を表します。これに他をつけた出会った、だった、でしたっていう他形がありまして、こちらが過去を表します。日本語の名詞プラス出会った、だった、でしたが文末で使われている場合は、英語ではこれは was や were プラス名詞という言い方に対応します。今表にしましたけれども、日本語であれば現在を表す言い方が名詞プラスだであるです。そしてこれが英語になると am, is, are プラス名詞と。一方過去の場合は日本語であれば名詞プラスだった、であった、でしたなんですけれども、英語の場合は was や were プラス名詞という言い方になります。ですので名詞が述語の文に関しては、B 動詞に対応する日本語がだとかですとかであるっていうふうに覚えてもらっても特に問題はないわけなんですね。さあ、英語の方に話を移していきますと、英語の B というのも B プラス名詞の形で使う場合は、もともとは主語が何かの状態で存在しているっていう意味だったんです。ですから、もともとは B の存在の意味が生きていたのだけれども、実際には存在の意味が弱まっていまして、名詞を述語にするための役割を果たすに過ぎない、そういう語になっています。ただしです。日本語の名詞文で用いられているだとかであるとかですっていうのは、現代日本語では助動詞なんですね。断定の助動詞です。なのに対して、英語の名詞文で使われるこの B というのは、現代英語においても動詞なんですね。助動詞の扱いにはなっていません。辞書を引くと動詞で載っています。このあたりが品詞の食い違いとして日本語と英語の間に立ちはだかります。さあ、それでは英語の S プラス B プラス C、C の位置に名詞が来る場合について詳しく見ていきます。この S、B、C の時に S イコール C になる場合と S イコール C ではない場合があるんですが、まずはイコールになる場合から見ていきます。この場合は C になる名詞が固有名詞やザプラス名詞、などが来る場合ですね。特定の人物ことを表す名詞が来るということです。で、これは何かを定義する場合などによく用いられる言い方です。例で見ていきますと、My name is Susie. 私の名前は Susie です。だとか、She is a head teacher. 彼女は教頭です。のような関係ですね。例えば、私の名前と Susie って完全にイコールなわけですね。Susie っていうのは私の名前。Susie is my name とも言えるわけですね。彼女は教頭です。うん。これも、まあ、C だとなかなか、ひっくり返す言い方はできないですけど、例えば、That woman is a head teacher. The head teacher is that woman と言えますよね。あの女性が教頭です。教頭はあの女性です。ひっくり返すも言えますよね。イコール関係っていうのは、
右辺と左辺を入れ替えても成立するわけですから、まあ、この英語の文で言いますと、B 動詞の左側と右側を入れ替えても成立すると。そういう時に言えるのがイコール関係ということなんですね。で、B 動詞を使った文にはそうならないものもありまして、こちらですね。SBC が S イコール C ではない場合です。どういう場合かと言いますと、保護の位置に来る名詞が、あとかあん、ざではなくてですね、不定冠詞です。あやあんプラス単数形の名詞が来る場合だとか、あるいは無冠詞の複数形などが来る場合です。例でいきますと、Ken is a Japanese boy。Ken は日本の少年であるっていう文ですけれども、Ken っていうのが目の前にいる一人の少年だとしても、あ、Japanese boy っていうのは何千万人もいるような日本人少年の一人ってことですね。あがついていますから。ですから、ケンは日本人の少年なんだけれども、日本人の少年が全てケンかっていうそうではないから、A Japanese boy is ケンとは言えないわけですね。任意の一人の少年がケンであるっていうのはおかしいわけですよ。そうすると、これはあくまでも C の状態で C として存在しているっていうことを表しているわけですね。ただし、この C、保護の位置で用いる名詞には、ちょっと制約があります。どういうことかというと、主語が人を表す名詞であれば、保護に来る名詞も人を表す名詞でなければいけないし、主語が物やことを表す名詞であるならば、保護に来る名詞も物やことを表す名詞でなければいけないんですね。ですから、数学的な厳密な意味ではないけれども、緩い意味でのイコール関係があるとは言えるんです。ですから、よく参考書だとか、英語の先生方が S イコール C っていうふうに、言った場合は、今この画面で言っているような緩いイコール関係を含んでいる場合もあります。これ実は参考書によっては、S イコール C のイコールは数学で言うような厳密なイコールである場合とは限りませんっていうふうにちゃんと書いてある参考書もあります。そういう良心的な参考書もあります。はい。いずれにしても、厳密なイコール関係とそうではない緩い関係の言い方のイコール関係もあるよということですね。そのあたりを押さえておく必要があります。最後に日本語の形容動詞と名詞プラスだ。これに対応する英語の表現を見ていきます。父は健康だったという文と、父の目的は健康だった。この2つの文を比べていきます。同じように健康だったという言い方になっていますけれども、1番の方の父は健康だったの方は、健康だという形容動詞の多形ですね。健康だった。これは形容動詞文なんです。これを英語にしますと、B プラス形容詞の述語になりまして、My father was healthy となります。一方、2番の父の目的は健康だった。こちらの方は、健康という名詞の後に、断定の助動詞だの多形のだったがついて、名詞文なんですね。で、これを英語にしますと、My father's goal was health。というふうに、ヘルスという名詞を使って保護にしています。で、これどう識別していくのかと言いますと、一番のような場合には、健康な父のように言えるんですね。形容動詞ですから、連帯形にして主語の名詞を修飾するような言い方、健康な父のように言えるわけです。一方、二番のような言い方の場合は、健康な目的って言えないんですよ。健康だったが形容動詞ではないことの証拠っていうのは名詞を修飾できないってことなんですね。健康な目的はなんか変だよねと。だからこちらは B プラス形容詞ではなくて B プラス名詞で英語にするわけです。このように見極めていくわけなんですね。今回はここまで。次回をお楽しみに。